検討チャンネルへようこそチャンネル登録もよろしくお願いしますアメリカ時間月曜日の朝衝撃的な朗報が発表されましたファイザーという製薬会社が新コロナウイルスの感染を予防するためのワクチンの開発についての中間報告が出ましたその内容によりますと 90%の人たちに効果があるということでした。ファイザーの社長は大喜びでこれは科学と人類にとって偉大な日であるというふうにコメントしました、えー。今日はこれについて5つのポイントを押さえておきたいと思います。まず1番目にこれは誰も予測できなかったとても素晴らしい効果だということですね。FDA、アメリカの 食品役員局、これは50%もの人たちに効果があれば認可するというふうに事前に発表してました、しかし、これはその基準をはるかに超えてます、それから、ですね、もうほとんどの関係者は、まあ、5割ないし7割なら素晴らしいと、それぐらいになるんじゃないかと思ってました。 まだまだ分からないことがたくさんあります。特に同僚医療行為査定制度とありますけれども、普通はその効果が業界紙に発表されて、それで初めて認められるんですが、これはまだですね。えー、そして、まあ、どれぐらい効くのか、これがまだ分かりません。ほとんど、おそらく1年間ではないかといってます。そうすると毎年また受けなければいけないことになります。それから これは全体を通してのデータであって、特定のグループ、例えば高齢者だけの研究はまだなされてないんですね。ですから、高齢者に特に本当に90%効くのかどうか、これはこれから確認しないといけないんです。2番目に、このワクチンはすぐには手に入りません。まずあの認可をもらうための研究は11月第3週まで続くそうです。 これは今安全基準を確認していますそこ。それからは緊急的な認可を申請することになります。まあ、しかし、そういうあの何ですか副作用とかそういう安全のような心配はまだ見られてないそうです。ですから、これはすぐにいただけるでしょう。 それから、ですね一度に全国民がこれをもらうことはまず無理ですね。おそらくですねあの特にリスクが高い医療関係者であるとか、えー、例えば警察や消防士、あるいは高齢者ですね、こういう人たちは優先順位が上がっています。えー、ですから、一般の国民は2021年の、えー、に入って数ヶ月経ってから出な,ないと手に入りません。 ここはファイザーの発表によりますと、12月から3月の間に1億人分のワクチンを提供することができます。これはすでにアメリカ政府はこれを購入していて、1.5ビリオンですから約2000億円のお金をファイザーに払ってあります。しかしですね、これは1億人といっても、 2回受けないといけないんですね。どうもね、1回あの注射を受けて、それを14日後にもう1回注射を受けるという仕組みになっているので、1億人分といっても、これを実際5000万人分なんですね。ですから、まあ、来年の終わりまでには行き渡るでしょう。でも、今年中に、少なくとも今年中には、たくさんの人たちにこれを提供したいとファイザーがおっしゃってるわけです。それから3番目 これができたからといってて油断してはなりません。ワクチンはすべての人たちに行き渡るのには数ヶ月かかりますからその間にマスクをちゃんとしてそしてソーシャルディスタンスを守ってそして手をよく洗う必要がまだまだありますアメリカは現在1日10万人もの感染者が確認されています入院が少し増えてます えー、ま,まだ危機状態ではありませんけれども、少し増えています。死者はそれほど増えてませんけれども、ま、むしろ減っていると思います。でも、これは新規記録を毎日、少なくとも感染者に関しては、毎日記録を更新しているわけです。私の個人的な知り合いでも、ですね感染した人は何人も、何人もというとちょっとオーバーかもしれませんけれども、私個人的に知っている人で感染したのはたくさんいます。えー、親戚の 親戚って言っても、直接の親戚じゃなくて、例えば、息子の女房の兄弟とかですね。それぐらいの親戚、あるいは女房のいとことか、えー、こういう人たちが感染しているのを確認されています。ですからこの、これから2、3ヶ月は感染者が増え続けますので、気をつけなければいけません。4番目。 これは誰,のだ誰がこれをしたのかという政治的な議論が始まっているわけですね。まず、ペンス大統領はツイッターでトランプ政権が築き上げた官民パートナーシップによる素晴らしい展開であると。90%の方々は感染を防止することができると。ですから、トランプ政権の功績だというふうに言ってます。しかし、実際、 この研究開発費は、他の会社は研究開発費を出してるんですけれども、ファイザーに関してはそうじゃなくて、ドイツ政府が出してますよね、ドイツとの合弁ですから、これが4億4500万ドルをドイツ政府が出しています。その代わり、そのこれから皆さんに提供する薬自体はアメリカは2000億円で購入してるわけですよ。 えー、バイデンはこれについて何を言ったかというと、これもあのバイデンらしいですね。彼はトランプさんのことを一切言わなかったです。ただ、<laughs> この新歩は素晴らしいニュースであると。しかし、これから油断してはなりませんと。そういうことを言ったわけですね、えー。トランプの功績だとは認めたくないんですよね。もう最後までこれを政治化しようとするのは民主党の姿勢ですね。それから5番目。 これ実はこの流通というか配給がすごい大変なんですね。これはですね、すごい低温で保管しないといけないんですね。普通の冷凍庫ではだめなんです。ですから、このような機械とかですね、これをまあ用意しないといけません。えー、それから、そのためには8.4ビリオンドルが必要だというふうに言ってます。これがまだですね、 アメリカの国会,国会がまあこ膠着してしまってるわけですから、そのお金はなかなか出てこないんですね、まあ、それはでも、近いうちにそれは出せるでしょう、えー、それからこ,れの,その,このための人,人材ですよね、これをまず確保しないと、それから輸送とか、それから保管のためのコストを誰が持つのか、これもまた考えなければいけ,ないいけません。 まあ、このような5つの問題が、えー、まだありますけれども、素晴らしいニュースですよね、えー、実を言うと、もうあの私が思うにはです、ねあの、ワクチンなしではこれを抑えることはできないでしょう、みんなマスクをしたからといって、それが収まるとは限らないですからね、えー、これを消滅させるためには、ワクチンが一番大事なものだと思います。 さてこれを受けてアメリカの株式市場がものすごい伸びましたね。これ6月以来の伸び率であってで一時3万ドルを超えそうになった手前でちょっと戻りました。でもすごい株,株価が上昇しました株価が下がった会社もあります。それは何かというと例えば、えー、運動器具、えー、自宅で使う運動器具の会社 これがもしこの問題が解決してしまえば皆さん自分の家で運動しないでジムに行くでしょうですからそれの株は下がりましたその代わり航空会社の株は上がりましたこれがあの、えーおまあ、このウイルスが収まってしまえば航空会社はやっぱりお客様が増えるわけですから儲かるでしょうですから上がったり下がったり会社によってはありましたけれども全体のダウン平均は3万ドルの ちょっと手前まで伸びました。すごいことですよね。はい。えー、これからまあ私も受けたいと思います。それで一つも思ってるんですけれども、カマラハリスはあの政治討論会の時にトランプだ、トランプが推薦するワクチンであれば私は受けませんと言ってましたね。でも今回このこれ実際配給する時にはそれはバイデン政権になるでしょ。 それ実際に皆さんに提供するのはその時にカマラ・ハリスはまだ私はトランプが関わっていたから私は受けませんとこう言うと国民にワクチンに対する不信がますます大きくなっていくわけですよタレでさえもワクチンアレルギーワクチンが嫌いだワクチンは絶対受けたくないというそういうなんか変な哲学を持っている人がいるのにそれを煽ることになりますからね果たしてこれから彼女はそういう非建設的な 発言を繰り返すすのかどうか、どうこれが見物ですね。おそらくしないと思いますよ。はい、今日はここまでの報告しかできませんがこれからこの進歩ですね、えー、他の会社も開発してますからそれも、えー、近いうちに出るのではないだろうかと私は思っておりますので大きく期待しております。よかったら高評価ボタンを押してコメントを残してください。ごご聴ありがとうございました。